やあみんな、元気かな。今回は隅っこ暮らしのエビフライのしっぽさんを作っていくよ。材料はこちら。とっても簡単だからいろいろアレンジして自分だけのエビフライのしっぽさんを作っていこうね。私はエビフライのしっぽさんにポシェットをつけてみたよ。みんなも自分の好きなものを作ってエビフライのしっぽさんにつけてみようね。ハサミが苦手な子は周りの大人や大きいお姉さんお兄さんに見てもらいながらハサミを使おうね。チャンネル登録よろしくお願いします。エビフライのしっぽさんの座っているバージョンも簡単だから数パターンのエビフライのしっぽさんを作っちゃおう。私は前回アップしたとんかつさんと同じハートをエビフライのしっぽさんにつけてみたよ。エビフライのしっぽさんの完成。さあ次は背景だね。前回作ったとんかつさんと合わせて可愛くデコっちゃおう。いろいろ自分でアレンジして自分だけのすみっこエビフライのしっぽさんを作っていこうね。チャンネル登録、いいね、コメントいただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。